大垣競輪場は岐阜県大垣市にある競輪場。施設所有及び主催は大垣市。競技実施はジャカ中日本地区本部中部支部。大垣競輪場は大垣市が戦災復興事業の推進と自転車工業の振興を目的に市営グランド跡地に建設したもので、1949年10月に設立が認可され、百五十二年六月に 竣工し開設された。記念経輪として、水と大垣杯が近年まで毎年5月に開催されていたが、次期移動で2011年より11月に開催され、2014年からは10月に開催されている。なお2005年までは大鹿上昇の名称で開催されていたが、現在大鹿上昇は2日目の優秀競争として行われている。 過去には1972年にオールスター競輪が1982年に日本選手権競輪が1994年1999年2004年2009年に全日本選抜競輪が2019年にウィナーズカップがそれぞれ開催された。マスコットキャラクターは大垣の柿イコール柿にちなんだ柿の柿じゃんで、それにちなんで柿じゃん。 カップが行われている。2004年4月より2015年3月まで CS 放送のスポーツ専門チャンネルの EX スポーツにおいて KD ライブの放送を行っていた。トータリゼータシステムは富士通フロンテックを採用しており2016年4月2日からは手芸活式車検にあたるケイ r リー m スの発売が行われるようになった。締め切り前 BGM は バリーマニローのコパカバーナをアレンジしたもの。2017年7月17日の開催より全国で10場目となるミッドナイト競輪が実施されているがナイター競輪は実施していない。400メートルを使用している。癖のない標準的なバンクで客室的な有利振りはほとんどない。隣の岐阜競輪場をモデルに作られているため。 バンクの内側には池があり、選手入場用の通路として橋が架けられている。なお、池があることからバンクの重さについては注意が必要。ありがとうございます。